こんにちは、ボブです。今回はワイパースイングを意識しすぎるとストローク戦で負けやすくなるについてやっていこうと思います。まずワイパースイングを意識しすぎると、その球威が落ちてしまうっていうのが一つあります。まあワイパースイングすると、まあ、スピンはかかるんですけど、その何て言うんだろうな、ワイパーの意識って結構その何て言うんだろう、あんまり意識しちゃダメなんですよ。そのワイパーって、ワイパーって自然に起こることなんで、あんま意識しない方が良くて、でさっきも言った通り、ワイパーの意識しすぎるとその球威が落ちるっていうんですけど、まあ、その理由について説明したいと思います。で、一つはボールを厚く捉えられなくなります。その普通に考えると、そのスピンとフラットって厚く捉えるのってどっちができるのかっていうと、やっぱフラットじゃないですか。しっかりそのボールを後ろから捉えて厚く捉えることができるのってフラットじゃないですか。でそうするとやっぱスピンをかけるのってどうしても薄くなりがちなんですよ。で薄くなりがちなのに、そのワイパーを意識するのってもっと薄くなってしまいがちなので、であとそのアマチュアのレベルっていうのが、そのあんまりそのスイングスピードが速くないんですよ。そのまあプロじゃないんでスイングスピードが速くないのは当然なんですけど、そのワイパースイングで厚く打とうとするとどうしてもそのスイングスピードが速くないと厚く捉えることが難しくて、でスイングスピードが遅いとワイパースイングした時にはやっぱりそのボールを厚く捉える前にボールが飛んでっちゃうんで、やっぱ厳しいんですよね。だからそのワイパースイングのしすぎは、そのスイングスピードが速くない人はその球威が落ちてしまう原因になるので、ちょっと気をつけたいところです。でそれから2つ目がボールスピードが出なくなるです。まあさっきと似てるんですけど、やっぱりその厚く捉えられないとそのボールのスピードってなかなか出なくて、まあ薄くても出るっちゃ出るんですけど、やっぱ厚く捉えた方が出るのはもうまあわかるじゃないですか。そのボールの当たりが強いっていうか、ボール厚く、まあ、潰せた方がそりゃエネルギーが多く伝わってるんでわかると思うんですけど、やっぱりその前しっかり押すっていう動作がどうしても薄れがちなんで、そうするとただのなんだろう、擦れたスピンだとその、まあ、スピードはもちろん出ないし、でスピードが出ないからそのストローク戦でその相手に時間を与えてしまうっていうのにつながるんですよね。だからなんて言うんだろう、まあ状況にもよりますけど、まあ、基本的にあんま極端に遅いスピンみたいなのはその相手に時間を与えるだけなんで、まあ、あんまりワイパー意識しすぎると、まあ、こういう球威がなくなるっていう原因になります。でワイパースイングはダメなのかって言われると、まあ、そうじゃなくて、ワイパースイングはその脱力ができる人、だからスイングが速い人向けなんで、脱力ができてる人はすごいそのワイパーでスイングしても結構その厚く捉えたり速いボールっていうのがいくんで、だからスイングが遅い人はなるべくそのフラットに捉えて厚く当てるってことを優先してやってほしいですね。厚く当たった方がそのスピンもかかるんで、そのなんて言うんだろうな、ワイパーで擦ったようなスピンだと、まあ、跳ねるけど球威がないってなるんですよね。でもその厚く当てて、別にスピンとかそんな意識せずに厚く当てた場合でもスピンと同じくらいというか伸びが加わってるんで、スピンよりもそのなんだろう、ボールの伸びがあるんで、すごいその相手に向かって飛んでいくというか、でストローク戦でそのやっぱ伸びがあるボールの方が嫌だと思うんで、その辺は有利に働くのかなって思います。だからワイパースイングはその脱力ができる人とかスイングが速い人向けっていうのはちょっと一つ覚えておきたいですね。じゃあ早くスイングできない人はどうすればいいのかっていう話なんですけど、早くスイングできない人はそのフラットドライブ目で打ちましょう。そのフラットドライブ、まあ、さっきも言ったと思うんですけど、厚く当てることによって何だろう、厚く当ててちょっとでもボールの下からラケットが入ってボールの上に抜けていけば、それだけでスピンをかかるんで、普通にスピンをかけるよりも
そっちの厚く当たってスピンがかかった方がいいボールになります。でスイングスピードが速くない人は絶対そっちの方がいいです。フラットドライブ目のスピン量で十分です。そっちの方がいい、スピードも保てるしスピン量も保てるしで、いい球がいくと思います。でフラットドライブがその厚い当たりで覚えられれば、その決め球とかでも、決め球って結構そのフラット目に近い、まあ、決めるんで速い球を選択すると思うんですけど、フラットドライブを覚えればその決め球とかででも使えるんで、まあ普通に打ち合うとき、それから決めるときっていうのがその、まあ、ある程度統一されてる、まあ、もうスピンが使えればそれは攻撃の幅が広がっていいと思うんですけど、まあその普通のラリーの時のショットと決め球のショットで、まあ、統一性があるってことでこの再現度は高くなるんで、どんどんその厚く捉えるっていう技術が上がっていくと思うんですよね。やっぱそうするとストロークの精度だったり、まあ、自信にもつながるし、まあ、ストロークの精度が上がればその球威もどんどん増してくるし、スピン量もそのフラットドライブに当てながらスピンを覚えることができるんで、すごいそのワイパースイングのみたいなその擦れたスピンよりも全然いいスピンになると思います。まあ、とにかくワイパースイングを意識するよりはその厚く当てること、しっかり真後ろからなんだけど、ちょっとラケットはボールの下から入って上に抜ける、まあそうですね、フラットドライブです。フラットドライブ目で打つ、そっちの方がいいと思います。じゃあ今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。